ジャニー喜多川氏による性加害問題につい、10月2日に2回目の記者会見を開いたジャニーズ事務所、東山紀之さんと井ノ原快彦さんが出席し、ジャニーズ事務所の名前は撤廃し、新社名はスマイルアップになることが発表されました。なんとこの記者会見、八百長疑惑が浮上しています。会見場にあった質問指名 NG リストの存在とは本当なのでしょうか。また NG 記者は誰で、どういったメディアがリスト一覧に入っていたのかも気になります。こちらについて詳しく紹介しています。会場の都合上に時間に制限され、質疑応答では事前に一社一問部が通達されていた。出席した記者たちも質問すべく熱心に手を挙げていたが、怒号が飛び交うなど前回以上に荒れた会見となった。今月17日付で事務所の社名をスマイルアップに変更し、マネジメントや育成業務からは完全に撤退、性加害の被害者保障が終わり次第業務を終了する、タレントは新たに設立するエージェント会社とそれぞれ契約を結びサポートを受けることになる。東山紀之社長と井ノ原快彦は会見で、ジャニー喜多川氏の絶対的な支配下にあった特異な環境に恐怖心を抱いていたと明かした。質疑応答でジャニー氏の性加害が事務所のタレント支配の源泉だったのでは？と聞かれた東山は、僕も一タレントとして合宿所にはいましたけど、やはりそこは触れてはならない部分、立ち入ってはいけないような感じがあった、僕個人の力が及ばない年齢でもあった、と答えた。井ノ原も、絶対的な支配の中にいた、巧妙な手口で子供たちが気づかないうちに支配下に、大人もたくさんいたのかもしれない、得体の知れない恐ろしい空気感を僕は知っている、東山さんも知っていると思う、とした。一方で、支配の中で被害を受けたからタレントが活躍して生き残ってきたとは僕は思えない、共に死ぬ気で頑張ってきたし、すごいやつは本当にすごい、だから生き残っている、と訴えた。指名されていない中、質問をしようとする記者に司会者が、すみません、一社一問でお願いします、発言が求められていないので静かにお願いします、といさめる一幕が。すると井ノ原はマイクを持ち、ちょっと落ち着いていきましょうね、落ち着いていきましょう、皆さんじっくりと行きましょう、と呼びかけていた。しかし一部の記者によるルール違反やや字は続いた。騒然とした状況を見かねた井ノ原は会見終盤で、あのちょっと一言いいですか、と切り出した。そして神妙な表情で報道陣に向けてこう続けたのだった。やはりこういう会見の場は全国に生放送で伝わっておりまして、小さな子供たち、自分にも子供がいます、ジャニーズジュニアの子たちもいますし、それこそ被害者の皆さんが自分たちのことでこんなに揉めているのかっていうのは僕は見せたくないので、できる限りルールを守りながらルールを守っていく大人たちの姿をこの会見では見せていきたいって僕は思ってますので、どうか落ち着いてお願いします、ルールを守りましょう、とたしなめた井ノ原に会場では拍手が湧き上がっていた。ネット上でも、命さすが、大人すぎる対応が素晴らしい、と井ノ原を称賛する声が上がっていた。だが一方で厳しい声も上がっており、メディアに出演した著名人たちも冷ややかな視線を送っているようだ。3日放送のデーデーでは、火曜コメンテーターで在日 EADLINE 編集長の石田健二はこう指摘した。児童に対して性加害をした企業のトップがメディアからの質問に対して、子供も見てるので皆さん落ち着いていきましょうよ、というのは非常に違和感がありましたよね。もともと子供に対してやったことが問題になってあの場に立っているわけなので、その方たちが子供が見ているから落ち着きましょう、しかも自社の質問に対しそういったなだめ方をしているのは非常に違和感がある。もし別の不祥事を起こした企業が記者会見で皆さん落ち着きましょうって言ったら非常に批判を浴びてるはずなんですよね。にもかかわらず、やはりこれは井ノ原さんだったからこそ、メディア含めてお茶の間に愛されているからこそ、そうだよね、落ち着いた話し合いが必要だよね、という風になっている。元 TBS のアナウンサーの小島恵子も、同日放送の大竹まことゴールデンラジオで、井ノ原さん、さすがって思う人がいるのかもしれないけど、こういう場ではこのコメントは、
私は適切ではないと思うんですよね。やっぱりここで開かれている会見の本質を分かってないんじゃないかっていう、と疑問し、さらに東京大学大学院の斉藤浩平准教授も同日放送のニュース23で井ノ原の発言について明らかにトーンポリシングなんですよねとコメント。ルールを破った加害者がルールを持ち出したり、子供に対して性加害をした側が子供たちの名を出してあなたたちがルールを守りなさいよというのは加害者の側が追及者を丸め込む方法なんですと論点ずらしを指摘していた高知昇も同日に更新した X で、子供たちのために子供が見ていると、子供を出しに使うのは相手に批判させたくない、黙らせるために便利だからだよな、反論できない大義名分に子供は一番言いやすい、俺なんか自分が車や時計を見せびらかしたかっただけなのに子供たちに夢を与えるとかって言ってたからさ、恥ずかしい限りとポストしている。9月7日に行われた1回目の会見では、同じところばかり刺さないでほしい、特言を呈した記者に質問権を与えるなど、新対応が話題になった井ノ原、及びが生じつつある状況をどのように受け止めているだろうか。2023年10月2日に開かれたジャニーズ事務所の会見に、質問指名 NG リストがあったことが発覚しました。NHK の報道によると、会見の運営を請け負っていた PR 会社が、複数の記者やフリージャーナリストの名前や写真を載せ、質問の指名をしないようにする NG リストを会場に持参していたことが判明しました。手元の資料には確かに NG 記者と記載があります。よく見てみると、指名 NG 記者と書かれています。X 上に公開されていた NG リストの原本画像は、東京新聞の記者望月磯子さんの X 上で公開されていました。左端に指名候補記者、右端に指名 NG 記者とあります。おそらく指名は指名の隠語で、流出した場合に備えて言い換えられていた可能性が高いです。一部では指名の公開が NG な記者では NHK 誤報といった声も上がっていたようですが、今回の会見では質疑応答に入る前に司会者が、質問の前にご所属とお名前をお願いしますと記者たちに依頼していますので、指名公開が NG な記者が存在するというのは辻褄が合いません。おそらく指名 NG 記者は指名 NG 記者の可能性が高いでしょう。望月磯子記者が公開した資料は他にも存在しています。こちらの資料には、10月2日記者会見質疑応答と題し、指名候補記者リストには、4種 ×2 社系8名の記者の名前がリスト化されていました。一方で、指名 NG 記者リストには6名の記者の名前が書かれています。リストの下には、太字は公開写真なし、と注意書きまで付けられていました。こちらの資料はもろに、指名 NG 記者リストと書かれています。ジャニーズ事務所の会見に指名 NG 記者がいたのはおそらく間違いないでしょう。他、マスコミの間では会見前から八百長会見を告発するメールが出回っていたことが明らかになりました。メールには冒頭、私は7分の9と2分の10のジャニーズ事務所の会見の運営を担当していた者の一人ですと名乗った上で、会見の運営をジャニーズのやりたい方向性で進めるべく、2分の10の会見ではジャニーズ主導で質疑応答で指名する記者と指名を絶対しない記者を決めておりましたと記されてあった。リストは当日の朝に運営メンバーに配布され、 NG 記者の着席場所を司会と共有、ジャニーズ事務所に不利益が最小限で済むように会見を進行したというメールには、座席表や質問の順番に関する運営マニュアルなどの画像も添付されてあった。おそらく会見の運営に携わる関係者から流出したものと思われます。ジャニーズ事務所側は、 NG リストは PR 会社が作成し、ジャニーズ事務所は関与しておらず資料も見ていないと関与を全面的に否定しています。ただ前々日の会議ではリストの存在があったことは認めており、当日の資料とは別のものであったとしても存在は知っていたことになり、見ていない発言には矛盾も生まれています。最後までご視聴いただきありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。